カーサ C-201 アルコタンカーサ C-201 アルコタンはスペイン空軍向けにカーサが1950年代に製造した輸送機である。C-201 はスペイン政府と航空機メーカーのカーサの間で締結された1トンのペイロード、航続距離 1000km 以上の能力を持つ空軍向け輸送機の開発契約の結果生まれた。この機体の設計は 主脚がエンジンナセルに引き込まれるオリン式の膠着装置を持つ、型持ち式定翼単用の総発機となった。2機の試作機が製作され、初号機は1949年2月11日に初飛行を行った。その後に12機の全量産型と100機の量産型が発注された。全量産型は人員輸送、爆撃訓練、写真偵察、 景気飛行訓練といった各種任務をこなせるように機体に様々に異なる機器を搭載できるように計画された。試作機に搭載されたアームストロングシドレーチータ、プラットホイットニー r 1 3 4 0国産のエンマサシリオといったいく種類かのピストンエンジンも比較検討された。アルコタン計画はエンジンとプロペラの供給に関する問題で停滞した。 スペイン国内のエンジン製造産業はこの計画に対して十分な供給能力を持っておらず、スペイン政府には国外産エンジンを輸入する余力はなかった。量産は1955年までに始まる予定であったが、エンジンの不足からこれは1956年にずれ込み、完成した11機のみが納入された。1962年に エンジンの供給問題が解決されることなしに、この計画はとうとうキャンセルされた。当時、カーサはエンジンなしの完成した機体96機分を保管していたが、これらは廃棄処分にされ、スペイン政府はこの処理の費用を保証した。出展、ジェーンズ・オールザー・アルズ・ウェアクラフト1953-54、諸言性能。ありがとうございます。